西黒森は愛媛県西条市と高知県伊野町にまたがる山。四国山地西部の石月山脈に属し、四国百名山に選定されている。山頂近くの南側を亀ヶ森林道が通り、容易に山頂に立つことができる。また、東山より東に向かって、雷池、自然湖の塔、東黒森も道林道により容易に行くことができるのでここで紹介する。 標高イコール1861メートル標高イコール1580メートル雷池雷池は西黒森と次年湖の頭の間の西黒森よりにあり亀ヶ森林道の南側脇にある今は水はないかつては水川吉野川の源流であったと言われている石碑には統計133度12分52秒北に33度47分06 病と書かれている中央構造線と鬼穂湖構造線の間にある南側、結晶変岩地帯に属し古希崩壊で生じた大亀裂でできた池である。重池と呼ばれ、深もみの大木が茂り深い池であったと言われている。ある夏の秀木の時村人はこの池で行き通し、カオル太夫に雨乞いをしてもらっていると、池の主である雲が出てきて、雲の糸を、 カオルタユーに巻きつけたが、糸をブナの大木に付け替えると大木は大音響をなし、沈んでいった。カオルタユーは、あるは、伊豆こと聞くと投げ入れたところと答え、石を投げ入れたところ、石が池の中央に泳いでいき沈んでいった。人々はそれ以来恐れをなし近づかなくなった、という伝説がある。 標高イコール1701.8メートル標高イコール1735メートル動画、森にの森石槌山岩黒山伊吹山、小持権源山亀ヶ森西黒森雷池、次年この塔東黒森伊予富士寒風山、笹根、父山。ありがとうございます。